ようやく起きましたね、先輩。気分はどうですかおっと、あんまり動かない方がいいですよ。私の力で生み出したその鎖は、そう簡単にほどくことはできないでしょうし、それに、先ほどまで重傷を負っていたんですから、無理はしないでください。一応、 応急処置や施しましたとはいえ、傷が開いたら危ないですよ、先輩。えお前みたいな化け物に先輩と呼ばれる筋合いはない。まあ確かにこの町を破壊し、ヒーローであるあなたをここまで連れてきたのは、紛れもなく私ですが、そんな言われ方すると。 傷つくな <laughs> そんなに怯えないでくださいまあこの姿では誰か理解するのは難しいですよねそれじゃあ感動の再会といたしましょうかお久しぶりです先輩そうですあなたのいとしの後輩ちゃんですよどうして君がここにそうですね どこかららお話しししたらいいんでしょう,かうーんそれじゃあ先輩一つ質問してもいいですか他のヒーローから私はどうなったと聞かされましたかヴィランに捕まり殺されたとなるほどそうですかやはりあいつらは信用なりませんねでは私の身に何が起きたのか 答え合わせといきましょうか。とは言っても、一からすべて話すと長くなってしまうので、手短に結論から言いますね。私は、やつらに、ヒーローに裏切られたんですよ。自分でこんな評価をするのは恥ずかしいですが、私は落ちこぼれでした。それなりに努力をしてヒーローになったつもりですが、 上上には上がある私より優れた人なんて5万といますそれでも先輩はこんな私でもいつも気にかけてくれましたよね嬉しかった本当に嬉しかったこんな私でももっと努力を重ねていけばきっとあなたみたいな優秀なヒーローになれると信じていましたでもその夢は叶うことはありませんでした 初めてのヴィラン討伐任務私は攻撃を受けて戦闘不能の重傷を負いましたそうですその時の攻撃こそヒーローにあの時の仲間たちに負わされたものなんです <laughs> 今でもあの時のことを思い出すと怒りで頭がおかしくなりそうです何もできない役立たずはせめて時間稼ぎでもしてろ ついででにゴミ処理もできたそう言ってあいつらは私を見捨てました初めからおとりとして私を使うつもりだったらしいです絶望しましたよあいつらが本当に世界を守る英雄の姿なのかとですがここからが私にとっての天気でしたこんな私をヴィランの皆様が救ってくださったのです 重症の私を保護してくださり闇の力を与えてくださいました裏切り者のヒーローたちに復讐をしたいその強い憎悪がヴィランとしての才能を開花させたそうですそして私はヒーローではなくヴィランとなりましたこの世界の悪としてヒーローと対立し世界を蹂躙する 孤児の私には家族もましてや親しい友人もいませんでしたから人類がどうなろうがどうでもよくなってしまいました。ですが先輩あなただけが唯一の心残りでした落ちこぼれヒーローだった頃の私を何もかもがうまくいかない私を泣いてばかりの弱い私を 先輩はいつも優しく慰めてくれましたよね。あなたにとって私はたくさんの後輩のうちの一人だったのかもしれませんが、私にとってあなたはたった一人の特別なんです。先輩だけは傷つけたくない。他の誰にも取られたくない。ずっとそう願っていました。だけど、ようやくこの時が来たんです。先輩を。 この場所に連れてくることができましたさて聞いてばかりだとつまらないでしょうしまた一つ質問してもいいですか先輩のその傷はいったいに負わされたものなんですかすみませんそんな怯えた顔をさせたかったわけではないんです私すべてを見ていたので知っていますよ先輩 ヒーローたちに裏切られたんですよね。優秀すぎるが故に多くに妬まれ、見捨てられる泣かないでください。つらかったですよね。信じていたものに裏切られたときの気持ちは、私も痛いほどわかりますから。もう大丈夫ですよ。私が先輩を守りますから。あのとき。 先輩に救われた分今度は私が先輩を助ける番です誰にも邪魔はできませんこの空間は私と先輩だけの場所ですからまずはその傷をゆっくり治していきましょう体も心も痛いものがなくなるように私が尽くしますからね私は先輩を裏切ったりなんかしませんずっと ずっとそばにいますどうか先輩にとってのと